今日は2ヶ月ぶりの自由コーデよ。はい、皆さんこんにちは、みもかチャンネルです。はい、というわけで今回は2ヶ月に1回の大好評企画、自由購入品紹介していきたいと思います。イエイ。定期的にやっているこちらの企画なんですけども、前回はね、6月の終わりに夏ということで購入品紹介したんですけども、今回はね、夏から秋にかけてのね、商品を何点か買ってきたので、そちらを今回は紹介したいと思います。まあ、こちらの企画2ヶ月に1回ということで、次回は10月の終わりか11月の頭ら辺にね、できたらいいなと思っております。それでは早速紹介していきたいと思います。今回自由で買ったものがこちら。はい、というわけでこちらでございます。で、やっぱ GU さんもね、結構秋物の服が出てきてました。結構ニット系のものだったり、長袖のものとかいろいろありました。で、今回は秋でも着れるし夏でも使えそうなものたちを選んできました。それではね、一つずつ紹介していきたいと思います。行ってみよう。というわけで、まず一つ目がこちら。じゃーん、バンダナプリントワンピース七分丈でございます。で、これめちゃめちゃ長いんですよ。そう、ほら。で、こちらね、3色くらい種類があって、黒と白と黄色がありました。で、私は黒にしました。割とね、白が結構人気だったっぽいんですけど、私はあえて黒を選びました。そして柄がバンダナっぽいプリント。で、こちら下地もついていて、 S サイズで2990円です。で、今回 GU さんでお買い物したもの全て S サイズとなっております。で、これ普通に羽織ってもいいし、ワンピースとして着ても可愛いし、すごいいいと思います。続いてはこちら、デニムフレアロングスカートでございます。で、こちらフロントの部分がボタンがたくさんついてて、すごい可愛いなって思いました。このフレアの形だとカジュアルな格好でも合うし、ちょっと女の子らしいね、格好にも合うと思ったので、こちらは使いやすい一品かなと思いました。で、こちらもレディースの S サイズで1990円です。続きましてがこちら、バーン、ハニカムドルマンスリーブティーでございます。はにかんでおります。で、こちら袖の部分がドルマンタイプなので、結構ボリュームのある服となっております。ダボっと着る感じだね。で、こちら4色あって、黒、グレー、白、黄色、イエローでした。で、その中で私はグレーを選びました。そしてこちらもレディースの S サイズで1490円です。はい、というわけで続きましてこちら、じゃーん、チェックフレアロングスカートです。で、こちらもロングスカートとなっております。で、結構やっぱりチェックが秋に向けて流行ってきてるんですけど、短い丈のチェックって結構いっぱい売ってるんですけど、これだけ長いチェックはね、持ってなかったので選びました。セールになっていて1990円でした。そして最後はこちら、じゃーん、グラフィックティーでございます。で、後ろがこんな感じで、これ私全然よくわからないんですけど、ママがめちゃめちゃ好きだったバンドの人らしいです。で、こちらいろいろな柄あったんですけど、この黒のね、グラフィックティーがすごく可愛かったので、こちらにしました。背中がこんな感じで、こちらに直筆サインがプリントされてるそうです。はい、というわけでこちらがレディースの S サイズで、なんとお値段がセールで390円でした。このお値段シール何枚か重なってるんですよ。390円の下が390円、で、この390円の下が590円、そして最後、元々の値段がドッドッドッじゃん、790円はい、というわけで今回は GU さんで5点お買い物してきたものを紹介しました。イエイ。やっぱ結構ね、季節も変わって秋物のものとか増えてくると、すごいテンション上がりますよね。そして最後にね、
こちらをね、着回しコーデ、こちらを全部使った着回しコーデもやりますので、最後まで見てください。皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それでは皆さん、バイバーイ。アンドどうぞ。You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, how can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things, I never needed gifts or diamond rings, all I ever need, までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それではバイバイやー。